アウグスト・カルルシュエウゲーニオ・ナポレアン・デ・ベア・ワルナイスは、ポルトガル女王マリア2世の最初の王廃。ドイツ語名は、アウグスト、フランス語名はオギュスト。ベネツィア公、ウジェーヌ・ド・ボアルネとバイエル・ン王女、オギュスタ・ド・バビエールの長男として、ミラノで生まれた。姉に、スウェーデン王妃、ユセフィナ、妹に、ブラジル皇后アメリアがいる。1824年、父の死により、 ロイ・ヒテンベルク行為を継承した。1834年12月1日、ミュンヘンでマリア2世の代理人による結婚式を挙げた。結婚と同時にアウグストはサンタクルス公となった。1835年1月にポルトガルに到着。1月26日に正式な結婚式をリスボンで挙げ、正式なポルトガル王杯となったが、それからすぐに、 肺結核にかかり、わずか2ヶ月後に急成した。死後、弟のマクシミリアンが、ロイヒテンベルク公ークを継いだ。一方、マリア2世は、新たな王肺にザクセンコーブルクコハーリ家から、フェルディナント公使を迎えた。ありがとうございます。